こっち側は普通の返品カウンターですね。サービスカウンターです。こっちが清掃後のカウンターですが、この待合が設けられて、ね、清掃後用の。一応サイズとかを測られて回収品かどうか見極めてもらうような形になりますが、実際に自宅で測ってから行った方がいいですね。レシートがある人はレシートとか、ニトリの会員の方はそういう会員情報があるともうちょっとスムーズにやり取りが進む感じでした。なくても問題はないみたいです。街が軽装丼とか2組出てますね。まあ、連休の半ばなので来る人も多いのかもしれません。こっち側は違いました。ここが軽装丼の返品窓口ですね。新しい軽装丼の人が増えましたね。でなんか持ち込みで多いのが、この 40×55、 ここが 40×55 の商品をなんか持ち込んでる人が多いみたいなんですけど、対角線が65未満だと安全な商品のようです。ただそういった商品であっても不安であれば回収をしてくれるみたいです。